こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は事を媚び一時に収むです。触ると危険な虎の頭も尾も同時に手中にするという意味で、守備一時に取り押さえる大力量を言います。またその手腕の素晴らしさを言います。テーマから事を媚び一時に収むを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。